画面の前の皆様こんにちは、村人 Q でございます。本日はデッドバイデイライト、PDB の方ですね、 PTB の方、変更が加えられたというエクセキューショナーの方でね、やっていきたいと思います。マークミランの支骨が2本だけですね。でですね、今回の PTB、結構ね変更があって、まあ先ほどね見た通り、あのマクミランの、グラフィックアップデートがね行われたというわけで、私もね何回か行きましたが、まあいい感じですね。なんか小物とか、小物っていうか、なんかオブジェクトとかがなんか結構アップデートされてたりして、なんか炭鉱感が出てましたね。やっぱマクミランエステートってやっぱ炭鉱なんで、なんかそれがね、その設定がなんかよりリアルに伝わってくるようなアップデートになってましたね。で、まあ、パークの変更もいろいろあったんですが、まあ、私がね、一番気になっていたのは、まあ、C 巨匠だったんですが、それ以上になんか、変更が加わったパークとかもあってね、結構楽しいっちゃ楽しいですね。で、C 巨匠なんですが、治療効果に対する遅延が削減された代わりに、発電機の修理速度とか、へのデバフ効果が 1% 増加されたんだよね。で、これをどう捉えるかなんだけど、まあどう捉えればいいんでしょうかねっていう感じで、まあいまいちね、やっぱね、元からそうだけど、キラーでやってて全然わかんないですよ、恐怖症の効果なんて。で、こんな感じですね。グローニングスターハウスは来るの初めてかな。なんか固有の建物がめちゃくちゃ弱くなったらしいので、まあ、頑張っていきたいなと思います。まあ、ただ私、三角様はそんなに得意ではないので、頑張っていきたいですね。なんか登ってるんや。登ってなかった。単純にな、これわけのわからない石は。あ、はいはいはい。どこ行った？よいしょ。なんだ。ダメか。よいしょ。あ、やべ。そう、こうやってね、もう一回再度ね、剣を突き刺すことができなくなったといいますか、そんな感じで、だからね、結構ね、やっててね、イライラしますね。そうか、スプバか。よいしょ。でイタチが飛び出したの時間が変わったっていうのもあって、よいしょ、イタチが飛び出したが45秒間になったんだよね。で、反問のトレイルが、効果変わりまして、やってね、なんか向こうやってそうかな。45秒だから結構慎重にならざるを得ないんだよね。しっかり蹴っていかないとっていう。で、反問のトレイルなんですが、蹴ってから交代が止まるまで、もしくはサバイバーを負傷させたり、瀕死にさせたりするまで効果が持続しまして、その間は探知不可になると。当たんないか。奥に逃げてそう。で、ちなみに今回はね、黒曜石の支配というウルトラレアードンをね持ってきております。トレイルの上に立つと探知不可になるよってやつね。まあ、そんなに使えるアドオンではないと思うんだけど、やっぱ運営のこの探知負荷に対する
強い思いっていうのかな、なんか探知不可に対するなんか執念じみたものを感じますよね。どこ直してんの？お、行ってんね。でこれは私もここの上から行きまして探知不可になっていこう。なんかこれ打つまで、あの裁きの儀式じゃない地獄の罰を打つまでの時間が短くなってるように感じますが、これは多分ね、あのなんだっけ、あのアドオン、バルティーロ派の写真っていうアドオンなんだけど、これの裁きの儀式のチャージ速度がめちゃくちゃ短くなるんですよね。まあ、これの効果なんじゃないかなと思います。でここでイタチを決めていくんですが、これ反応のトレイルは効果発動しません。なぜならば、修理進捗がゼロになるので止まるからですね。交代が止まってしまうから。で今止まってたのは単純にキーボードの接続が一旦途切れるっていうよくあるやつです。なんか固有が変わったらしいんだけど、ちょっと見に行ってみますか。なるほど、これ破壊可能壁あるんですよ、ここにね。あ、どうも全くの偶然。よいしょ。なんか暗くなった暗くなったって言われてるんだけど、なんかそこまで暗くなったと思えないですね、個人的には。よいしょ。個人的にはなんか暗くなったっていうか、何なんだろうな、暗くなったわけじゃないと思いますよ。あの今回に関してはちょっと明るさ調整なしで、まあ、動画出すと思うんですが、まあそんなに変わってないかなと思いますね。ちなみにあのこの後ね、あ今金色の工具箱ありましたね。全マップに配置されてるという。私まだあの手で数えられるほどのマップしか見つけてないんですが、まあ行きましょう。なんかトーテム燃えてなかった？今反問のトレイルが発動しまして、これであれ、あそこが止まる、あそこの修理工程が止まるか、もしくは、あれですね、もしくはその私が誰かをね殴るまでは。置いたなくなってるんでしょ。よいしょ。よいしょ。というわけでね、まあこんな感じでアップデートが入ったんですが、まあ大体のところに固有に破壊可能壁が結構追加されたって感じかな。どのマップでもコールタワーとかね、あれ割らんと無理でしょみたいな。あとミザリーもそうなのかな。ミザリーの2階もそうだと思います。行ってないけど、2階には、2階にはちょっと行ってないんだけど、ちょっとあのこの後あのミザリー行った時の動画も出しますが、トラッパーで、まああのそんなに、あの、そんなにっていうか、あの、破壊しないといけない壁ですね。破壊しないっていう選択肢が残されているというか、ほぼほぼ、あの、ドクター以外だと積むようなところばっかりなので、なかなかその、きついアップデートだなとは思いますが、でも、まあ、全体的になんか、暗くなったっていう意見が多いんですが、私個人的には暗くなったっていうよりも、あの、なんて言うんだろうな、草の丈が長くなったぐらいにしか感じてないんですが、
誰もいないな。せっかく無慈悲の極地を浮かそうと思ったんだけど、距離が伸びたんですよね。窓枠封鎖の。みんなめちゃくちゃ隠密するな。あそこはいるんでしょ。だからこれでこう立ってたら来るんじゃない。いた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 、二人もいたわ。よいしょ。いけない子だね。一緒。三角様のアップデート内容も話したね。あの剣抜いてから攻撃までの時間がかかるってやつと。よいしょ。だから剣も連続では刺せなくなってきてるんですよね。こんな感じで、こんな感じで若干その離さないといけない。あそこに人いたね。カラスが飛んだんで、めぐう一回殴ってから反問しますか。反問できるかな。反問っていうかイタチ。まあ恐怖症もしっかり効かせといて。よいしょ。まあ固有建築の変更に伴って、まあ他にもなんかトーテムの位置とかも変わってますね。次ミザリに行った時の動画出すんですが、声なしでね、声なしのやつ出すんですが、なんていうか固有の2階に2つトーテムがあったんだよね。今まであそこって3つ湧く場所があって、うち1つに湧くか湧かないかみたいな感じだったんだけど、トーテム2つ湧いてましたね。でしかもまさか2つとも呪いのトーテムっていう。思わずスクショ撮ったもん。マジでみたいな。あそこ2階に2つも通ってもあんのみたいな感じでしたけども。で今回のパーク構成は、まあなあ全部変わったやつか。C 恐怖症はデバフのパーセンテージ変わったっていうのと、治療速度への効果がなくなったってやつね。で無慈悲の極地は距離が変わったっていうので、あと反問のトレイルは発動条件が変わりましたよと。でイタチが飛び出したのは単純に時間変更ですね。そこまで大した変更ではないんだけど、うん、まあ個人的にはこの次の試合で使うんですが、トラッパーでね使うんですが、マインドブレーカー、マインドブレーカーがなんかめちゃくちゃ強くなってて、前まで発電機進捗 50% っていう条件があったんですが、まあ、そっち行かない。その発電機進捗 50% の条件がなくなったんですよね。なのでなくなったのかバグなのかは知らないんだけど、フォーラムには、フォーラムのパッチノートには書いてなくて、その 50% っていうのを消しますよっていうのは。フォーラムには書いてなかったんだけど、テキストにも書いてないんですよ。パークテキストにも。パークテキストに書いてないってどういうことかっていうと、パークの説明があるじゃないですか。なんか何しようって言ったらミンちゃん出てきたんやな。そのパークの説明のところに、いない。発電機進捗 50% 以下ならっていう条件がね消えてるんですね。それね、その文言が消えてたんで、まあいた。その文言が消えてたということは、もしかしたら本当にそうなのかもしれない。よいしょ。確定打ちですね。地獄のバスの距離伸ばすよりこっちの方が使いやすいな。
オッケー。でこの次の動画がミザリーの動画なんで、他のマップについても言っておくと、シェルターって多分変更ないと思います。あまり。グラフィック以外はね。固有建築がないので。で、コールタワーは、グラフィックアップデートと、あとは破壊可能壁、固有に2つ追加かな。今までその2つ入り口、2つ窓だったんだけど、その2つの入り口、どっちとも閉まってるっていう。明らかな解約ですが。まあそれと、まあミザリーはですね、ちょっとあの上へ行くの忘れてたんで、2階に上がるの忘れてたんで、あれなんですが、2階の、指令室みたいなのが、オペレートルームみたいなのが変わってたんですよね。変わってたっていう話を聞いたんで、何だったかな、あのまたそこに破壊可能壁が追加されたりしてたのかな。次の動画、固有はあんまり追ってないので、あれなんですが、まあでもいい感じの変更ですね、まあ、全体的に見たら。コールダウンはやっぱりね、あの今まで結構、あんまり狭い上に、オブジェクトもそこまで多くなかったから、お、いいね。オブジェクトもそこまで多くなかったから、あのあれだったんですが、あまあえ、あそこか、後ろ見てないな、あんまり。ここの板なくなったのでけえ。なんか浮いてない、この汚れ、汚れというかガラスみたいなやつ。でサファケーションピットはですね、あのかつて強かった窓枠が復活した代わりに、横に破壊可能壁もしくは通路ができるようになったと、いう感じですね、ざっくりと。さああとはナンシーを、さばいて、止まってると思ったら切断、と思ったらクラッシュした。流れが鮮やかすぎて。というわけで、この後、また新たに変更が加わったマインドブレーカーとね、C 教書を使ったトラッパーの動画もね、後ろつけておきたいと思います。というわけで、はい、終わりの挨拶だけはしとこうかな。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。
うん。